今岡田さんすごいの弾きましたね。ね、素敵な感想。ここで秋のリーチ、スーピンキックの完成点です。シーピンは場に1枚切られています。山2枚。うん、ペーペー、来るなら言ってよ。うん、ちょっと痛い。短期にしか当たらないペイでした。さあ、ユウさんも C1 引きましたよ。ほんとだ。岡田さん、これはスーピン通ってるんでスーピンになりますか。超強気ならね、リャンピンとかも。スーピンが岡田の目線から3枚見えてます。一応チート率もあるって言ってね、超強気ならリャンピンありますけど、まあスーピンが基本ですかね。積もった、一発祭り2004戦、リーチ一発積も、チューン2004戦。さあ太郎に続き、はい、秋も一発積も。すごい、2回ともしかもね、ペンちゃんカンちゃんですよ。ねえ、ねえ、今日初めてね、麻雀いいもの食べてきた。いいもの食べてきた、ね、いいもの食べてきた。どのお弁当選んだのかはちょっと聞きたいです。さくらさんは今日ね、シューマイ弁当食べてましたね。はい、ちょっとダイエット中なんですけど。ダイエットのシューマイ難しい。美味しいですね。はい、さあ、との3曲、ドラはローピンです。うん、いいですね、お母さん。はい。さあ、太郎の一発つも、秋の一発つもときて、ここから先、一発祭りが継続するのか。一発率ってね、あの、つもだけに限定した、一般的には愚形だと 3% 台で、両形で 7% ぐらいっていうね。感じなんですけどね。ちょっと待ってください。じゃあ 3%×3% が起きたってこと？まあ、あの、実際はね、もうちょっといい街に寄せてるとか、まあ、その積もりそうな街でリーチしてるとかはね、あるんで、本当はもうちょっと良くなると思うんですけど、にしてもですけどね。そうですね。はい、さあ、そしてですね、今回 U の手注目していきたい。ダブトン統一で、はい、あんこもある、うん、でドラ受けもありますね。うん、秋はシャーチャでシャートイッツ。おー、6、7、8、なんかシャーシャー行きたくなるぐらいの手になりましたね。確かに。太郎もペンチーピンが入って一メンツ。なんか穴ぼこだらけですね、太郎の手は。トーンを重ねたがってますか。はい、受けが多いんで。切られたシャー1枚目秋は泣きませんでした。はい、シャー泣かなくても全然他でなんとかなる手ですからね。シャーシャーなんなら切りたいって言ってましたもんね。はい、うん、太郎さん結構ね、愚形残ってる時に厄介残すんですよね。あの、うんうん、重ねて泣いて上がるっていう構想で。さあ、ユードラを持ってきた。さあ、これでまあターツは十分、ローソーとチーワンがどっちがいらないかなっていう比較ですよね。うん、4と1、4と1。ドラ重なったらね、またちょっと方針いろいろありそうですね。はい、これはトンか。ちょっとペー手放すの怖いか。おー、ローソー間を取ったというか、ね、アンパイは残しつつやっぱり厄介の重なりも見たいと。ゼウスの繊細なところが出た感じでしょうか。うん、多分ね、その親に対してダブトン絞ってるっていう意識ではないと思うんですよ、おそらく。うんうん、さあ、秋赤持ってきた。はい、5、6、7の3色になったらとっても嬉しい。うん、ですね、絞ってるんだったらね、こんなところで切らないですからね。うん、さあ、これユウいいところで泣けたんじゃないですか。泣けました、いいところで泣けた。いい、はい、積もられてばっかじゃいられない。うん、岡田さんはちょっと形が苦しい。うん、ダブトンポンだとね、戦いにくいんですよね、やっぱり。今回ドラ表示牌に赤ウーピンが見えています。とはいえ使いやすいドラ、うん、ローピン、まあね、ダブトンのみで済むことは少ないですよね、やっぱり、ね、ローピン使いやすいし、はい、赤がどこにあるかも岡田の目線まだわからないです。まだ枠を1枚も持っていない。そして2枚目のシャー秋がポンしました。まあ、ダブトンも泣かれましたし、これ仕掛けて両面両面のイシャンテンなんでね。しかも3色の方になれば満貫もあると。シャードラ赤高め3色、ユウはダブトンをポンしています。うん、岡田行って進んだが単葉が崩れる。これで3ピン3ピンと並べたことでまだいいシャンテンっぽく見えるかな。まあ、たまに張ってますけど、うん、おー、はい、太郎がもう3色の手代わりをすぐに引き
きましたね。太郎さんね、役なし玉店に一旦構えてこの変化見てましたね。待って、U のソーズ334ですね。うわ、やばいですねこれ。かなりしかもその64切りって換算像とかって普通は読み筋に入るんですけど、はい、43枚切れじゃないですか。そうなるとね、そもそも64っていう順番にならないこともほとんどなんで、これ三蔵通るように見えますよ。めちゃくちゃ危ない優さん。岡田さんは手になってないんで現物。あー、秋が追いついた。ウーパーマン、ウーマンだとマンガンです。さあどうだ。今度はこっちか。8000シャー三色ドラ赤赤、ご飯の漫画になりましたね。なんかこれも一発みたいなもんでしたね。確かに天パってからの、天パってすぐ超高めでの上がりとなりました。秋しかもトップ目の太郎から、これは君にとっては非常に嬉しい展開です。いや今のね、でもゆうさん本当めちゃくちゃ危なかったんで、ね、絶対三蔵通ると思ったはずなんで、はい、いや太郎のリーチもお見事でしたが、ここは秋しっかり高めで仕留めました。さあトンの4局です。非常に展開早い。岡田の親番ドラは3番です。